どうも、ひでチャンネルのひでかずです。やりました。チャンネル登録1000人を超えました。皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。さて、タイトルなんですけれども、私の動画を見に来ていただいている方は、私とある共通点があると思います。書いてくださる皆さんのコメントのアドバイスから、その共通点をビシバシと感じています。その共通点は後からお話しするとして、今回は私自身どんな人物なのかをちょっと深く話してみたいと思います。もうこの時点で草刈りやらないの？君の話聞きたくないよと思った方は、もう隣に魅力的な関連動画がたくさんありますので、そちらをご覧ください。今回作った動画は、この真面目なチャンネルを支持してくださっているあなたにぜひ見ていただきたいと思います。何せ今から話すことは、今映像を見ているあなたと私にはかなり似通った共通点があると思うからです。それでは行ってみましょう。これはもう過去の話をするんですけど、ちょっと草刈りの動画でも少しずつ上げてたんですけど、私はもう本当にスキーが大好きなんですね。で、どれくらい好きだったかっていうと、4つあります。まず1つ目。夏場から冬が待ち遠しくて、もうスキーウェアを汗だくになって着ながら冬を妄想してました。2つ目なんですけど、もう初雪が降ると必ずもうこのスキー板を持ってもう野山に行ってしまうんですね。スキー場じゃないんですよ。で、その野山に行って、どんな短い距離でもなんですけど、その距離を滑って楽しんでました。で、3つ目がシーズン券を買って毎日のようにスキー場に行ってました。で、4つ目は、スキー場の夜なんですけど、結構ナイターで滑りに行ってたんですけど、そのナイターが終了すると、今度は車のライトをビカッとつけて、もう山のふもとですね、スキー場からちょっと降りてくると、ちょうどいい斜面があるんですね。その斜面を使って、車のライトで、本当にすごい時は明け方近くまで練習したりすることもありました。いや、ちょっと本当好きなんですよ。で、ちなみにスキー場では、こんな滑り方をしていました。もうこれ本当自由に滑ってますよね。で、ここまで好きすぎて練習をすると、なんていうんですかね、スキー場って作り込まれた空間なんですよね。簡単に言うと、スキー場ってすごい斜面とか斜度があったりするんですけど、そういったところも滑れるように設計されてるんですよね。そうなってくると、だんだん作り込まれた世界に飽きてしまうんですよ。そうすると、本物の山にこだわるようになって、もうこんな風に逆に滑り出してしまいます。どうぞ。いや、もう本物の山は最高なんです。これって腰近くまで雪に埋もれながら滑ったりするんですけど、業界用語では腰パウって言うんですけど、腰まで浸かるパウダースノーっていう意味なんですけど、もうなんて言うんですかね、表現すると永遠に続く白い魔法の絨毯に私は乗って、自分の体がもう地面からふわっと解き放たれて、もう無重力のこの心地よい状況がもう無限にずっとさーって続いていく感覚なんですよ。本物の山を滑るのって、これもやめられないんですよ。本当に最高なんです。で、今話したことって、ものすごくハイリターン、自分にすごく心地よいというか心よいことのお話で、実はこれ常に命がもうものすごく危険で、とってもハイリスクな環境なんですよね。例えば雪の割れ目があったと思うと、その割れ目をちょっと見てみると、うわーって恐ろしい深い谷間があったり、あと滑っていて、ちょっと盛り上がって先が見えない場所ってたまにあるんですよ。うわ、盛り上がったちょっとギャップっていうんですけど、そこをうまく自分がビョーンと飛んだら、ものすごく気持ちいいんだろうなっていうふうに思って、勢いづけてグワーンと行って飛ぼうと思うんですけど、あれ、なんかちょっと危ない、やめようと思ってキキッと止まって、ちょっと覗いてみると、実はもう断崖絶壁だったりだとか、
もう結構やっぱり滑るにあたって入念に雪がない時ですね。まだ緑の山の時にこう十分に調べておかないと非常に危険な目に遭います。まあ、草刈りも私は何よりもこう安全を最優先にはまあ心がけているんですけども、多分この時の経験があったからじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、刈払機のまあこういうチップソーのような刃物がこうぐる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 こう回転してるっていうのは、やっぱりこう周りの周囲であったり自分にとってやっぱり危険ですよね。だからこう安全に私はこう進めていきたいなっていうふうに思ってます。まあ、あとそんなまあハードなこうスキーをこうしていると、私はもう膝の半月板をもう損傷してしまいます。それまでもあばら骨はもう3回骨折してますし、しょっちゅう頭から何回もこう着地しちゃうんですね。まあ今上がった動画以外にももうぐる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 こう回転しながら飛んだりもしてたので、頭から何回も着地もしてたんですね。で、首はもう一年中もうムッチ打ちの状態で、もうプロレスラーにこう鬼田敦司縛りの満身創痍なもう体になってました。ただもう本当にこの膝の損傷、半月板損傷だけはどうしようもなりませんでしたね。だってもう歩行ができないんですよ。今でもやっぱりこう歩行はできるようになったとはいえ、冬になると古傷がちょっと痛み出すんですよね。すごく怖いんですけど。まあそんな風にこうスキーのすごくこう滑っているのを楽しんでいたんですけど、やっぱり滑っているところをこうだんだんこう映像に収めるようになっていくんですよね。で、その映像をこう収めていったのをちょくちょく編集し始めたところで、膝がやっぱりそういう風に悪くなってしまったので、そこから先はもう一気にこう編集がこう面白くなってしまって、動画の編集にガーッとこう打ち込んでしまいます。この編集ってこう面白いんですよ、とっても。こう魅力的な素材を、これどうやったらさらにこう見ている人にもっと魅力的に見てもらえるのかな、なんていうふうなことを考えると、もう夜も眠れないぐらい興奮してしまいます。まあその映像を、まあ今も撮ってますけど、当時撮ってた時には、私はふるさと CM のような地域をこうネタにした動画を結構撮影していました。まあ、もし変わった方でそんな動画を見てみたいと思った方は、概要欄にちょっと貼っておきたいと思います。まあ、そんなその動画の撮影も好きだったんですけど、当時コマ撮り動画っていうものにとても熱中しました。ちなみにコマ撮り動画ってまあこんな動画です。写真をこう一枚一枚シャッターをカチッと切っていって、それをこうパソコンのソフトでこうつなぎ合わせていくと、まあ、カクカクした不思議なこう動画が出来上がるんですよね。まあ、今では本当にどのカメラにも標準でインターバル撮影っていうふうに言うんですけど、こうシャッターを何秒間に1回自動でこうカチッとこう切ってくれる機能があるんですけど、当時はそんなカメラもなかったですし、お金もなかったので、もうこういう手動で1枚1枚撮影してました。しかも口で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、カチッ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、カチッっていうふうにもう口で数えながらシャッターを切ってるっていうすごいアナログなことをやってたんですけど、まあある時ちょっとなんでこんなことをしてんだろうって自分でも思うんですけど、地域のこう昔からある建物を一日中こう椅子にガンと座りながらこうシャッターを切るっていうことがあったんですけど、まあその建物は地域にこう昔からある蔵なんですけども、私はその蔵を管理しているこう店主がこう大事にしていたこの蔵の中でできることは、夢を温めて夢を叶えるところなんだよ、という、そういう考えが本当に好きで、その蔵のことをずっと一日中撮影してました。もう撮影した時には夏のものすごい暑い日で、もうじりじりと太陽が照りつけます。そうですね。もう汗をかくのも忘れるくらい、暑さも忘れるくらい、夢中でこう10秒間ぐらいずつにこういうふうにシャッターを切ってましたね。で、特に、まあ、通行人が、こう、何してるんだいっていうふうに声をかけてもらって、いろいろこう話が弾んで、30分1時間っていうふうに話してるうちに、あと次々とこう、ジュースの差し入れだったり、お菓子の差し入れももらえるんですよね。まあ、すごく嬉しかったですね。まあ、10秒数えながら、まあ、パクッ食べたり飲んだりしながら、結構忙しかったんですけど、まあ、そんなふうに、こう、人とこう、いろいろ会話してると、こう、もう、という間に薄暗くなって夜になってしまったんですよね。でも昼間はこうあんなに暑かったのに、もう一気にぎゅーっと寒くなります。まあ東北の地方もあるんでしょうね。
まあその当時もっと若かったので、もう半袖短パンでもういたので、もうすごい寒かったですね。そんな様子を見て、まあ蔵の店主がそっと毛布をくれたり、温かいコーヒーの差し入れがあったりして、まあすごく嬉しかったですね。で、夜はなんかすごいリーン、リーンっていう虫の声がやけに大きく聞こえるんですよね。で、撮影した時には人がたくさん来てくれたんですけど、もう人通りが全くなくなって、もう人の気配がない静寂、もう静かさがずっと漂うんですよね。本当に何にもなくて、ただ夢中でシャッターを切ってるんですけど、そんな何にもなくて夢中でシャッターを切っている自分がものすごく楽しくて、満喫してるんですよ、それを。ただこれで切ってるんですけど、それが面白くてしょうがなかったですね。ただ夢中でそうやってシャッターを切っていたんですけど、やっぱりどんどん眠気に負けそうになってきて、もう手が止まりそうになっていきます。でもそれでも俺はやっぱり夜明けまでやるぞって、この目で夜明けを見るぞっていうふうに奮い立たせて、シャッターを切っていったんですけど、シャッターを切りながら意識が薄れかかった瞬間に、突然、暗闇の世界がうっすらとさーっと開けていきます。あれだけ響いていた、リーン、リーンっていう虫の声がパタッと止みます。止んだ瞬間に間髪入れずに、チュンチュンとスズメが鳴き出してました。え、これすごいって、これが夜明けの瞬間なんだっていうふうに思いましたね。今でも草刈りをする際に、夜明け前の暗闇の中でいろんな準備をしたりすることはあるんですけど、後にも先にも太陽の明るさで夜明けを感じたっていうのは、これが初めてですね。へえ、虫の声がガラッと変わってスズメになるんだ。これが夜明けなんだっていうのが、私の中ですごく面白かったですね。楽しく感じることができました。おそらく、そんな虫の声からスズメのその鳴き声に、すごく多分敏感になれたのは、もう撮影に集中していて、周囲の状況も含めて、ものすごく高感度にアンテナを張っていたんですね。多分私はもうその時、ものすごい体の中でアドレナリンも全開で、もう朝のそういった切り替わりの瞬間を見て、もう楽しくて楽しくて仕方なかったんだと思います。そんな撮影をしていって、日中になって撮影が終了したんですけど、もう私はもう死んだようにそのまま寝てしまいました。もう人から見たら一日中その蔵のシャッターを切ってるっていう、お前何やってるんだっていう状況なんですけども、もう私自身はその日一日もものすごく充実した達成感でいっぱいでしたね。もう一生忘れられない思い出となってます。そんな撮影が好きで、どんどんその撮影をやり続けていたんですけど、私はある日テレビをぼんやり眺めていると、この手だけで行うダンスがあったんですよね。で、それを見て、あ、これだって。自分はもう膝を怪我しているので、何にも運動ってできないのかなと思ったんですけど、え、これなら足を使わないでも自分をいろいろ表現できるんじゃないっていうことで、この手のダンスっていうのにちょっといろいろのめり込んでいきます。ちなみにこういうダンスなんですけど、こういうような。こういうダンスなんですけど。こんな感じです。このダンスのこういう練習方法っていうのは、動かない手や関節を何回も何回もいろいろ動かす、もう反復なんですよね。今の反復なんですけど、例えばウェーブっていう最も波打つ基本的な技があるんですけど、こういうのなんですけども、で、これをバラバラに分解していくと、1、2、3、4、5、6、7、8、9と10、12っていうふうに、一個一個タッ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 っていうふうになるんですけど、これって一つ一つがしっかりできていないと、綺麗に滑らかに動かないんですよね。来て、
この肘が抜けてすぐ肩に行ったりなんかしたら、そのままもう綺麗に見えないですし、一個の工程もかけたくないんですよね、このダンスの場合は。で、今のこう私の草刈りも、こういったこのダンスに表すと、一個の工程もかけたくない気持ちでやってるんですけども、常にその工程がもう抜け抜けで、しかもその抜けを自分自身が全然理解してない状況なんですよね。でもこうありがたいことに、このチャンネルを見てくださる皆さんは、私にこうコメントを通じて教えてくれるんですよね。本当にありがとうございます。とってもありがたく思います。もうこれ簡単にできるようになると思いますね、草刈りの。っていうふうに思うぐらい、皆さんからのコメントありがとうございます。何でもこう一人でやってると、客観視っていうんですかね、もう一人の自分がこう見てるような、そういった状況がなかなかできなくて、結構自分よがりになってしまって、まあこう成長がこう遅くなってしまうと思うんですけど、視聴者の皆さんが私の動きをよく見ていただいているので、先日はすごいことに、私の刈払機の、なんかあれ燃料ホース硬くなってるように見えるけどどうなのっていうふうなコメントもあって、実はまあ硬くなってるんですけど、すごいですよね。そこまでこう見ていただけるんだと思って、ものすごく感激してしまいました。実は私はもうこのチャンネルを使ってある日本一を目指しています。それは日本一指導される力を身につけようと思っています。これ、なぜなら何でかっていうと、世の中に指導者になれる本であったり、まあ指導者のその情報っていうのはたくさん溢れているんですけれども、私のようなこう指導される側の情報っていうのはほとんどないですよね。で、おそらくこのチャンネルをご覧になられている方のコメントを私ずっと眺めていると、おそらく皆さん現在リーダーとして活躍されていたり、もしくはこう第一線をこう退いたとしても、以前はこう人の上に立っておられるかなっていう方が大半なのかなっていうふうに思います。こう私のような若輩なものにわざわざこう目線を合わせてくれたり、時には私の目線をぐっとこう上げてくれたりと、非常にこう私の心はこう動かされてしまいます。けれども、見ている皆さんにちょっと聞きたいんです。私のような指導される側の力が、もしかしたら現代は弱いんじゃないのかなというふうに私は思ってしまうんです。なぜならインターネットをはじめこう情報があふれているからです。せっかく親切心から正しいことをこうですよっていうふうに教えても、受け手の私のようなものが、まあ中途半端ないろいろな情報から判断して、その場ではその教えられたことを分かりましたと返事をしても、実際裏に行くと、へん、そんなこと知ってるって、って後でこう突っ張ってしまう傾向などがあるんじゃないのかなっていうふうに思っています。つまり私のような指導される側の力がなさすぎるんじゃないのかなっていうふうに感じています。この私の言ってるその指導される力っていうのは、気持ちよく受け取れる力だと思っています。もう私の理想は、いやもうつい君の姿勢があんまりにも良すぎて熱く私語ってしまったよって、こんなに気持ちよく語れて私は良かったという、もう指導者の姿と、指導する側と、こう、まあ、指導される側の姿を見て、周囲の心がこう引っ張られてしまって、なんてあの人は素直に聞いてしまうんだろうって、なんて素晴らしいんだろうっていうふうに引き込まれる、そんなこう姿を私はちょっと目指していきたいなっていうふうに思ってます。もうここは本当に変に気取らず、誰からかこう指導されたら即座に「はい」って答えたいんです。はいは0.2秒ですね。けれども、はいの返事はすべてイエスではないと思うんです。やってみて違和感を感じたり、指導する人には合っているんですけども、実際指導される私には合わないなというふうに思うこともあります。まあこれ具体的な例を挙げると、私のそのチャンネルのコメントに、まあ騒音が草刈りの疲労に、まあつながるよっていうようなコメントの方があって、イヤーマフというその遮音をする装置をつけた方がいいですよっていうアドバイスがあったんですけど、私は実際それを買って装着しました。確かに耳障りな音が、刈払機のですよ、高音の、もうすっかり消えて、こう作業にこう集中できるんですよね。あれは本当いいなっていうふうに思ったんですけども、
けれども、やっぱりその周囲の音がバチンとこう遮断されるので、こう誰か人とのその連携した作業であったり、あるいは自宅周辺の、周囲へのこう気配りなどがこう必要な作業では、結構その音が感じられないって危ないなっていうふうに感じることがあるので、やっぱりこう誰も人が来ないような、見晴らしのこういいような、耕作放棄地でこうイヤーマフをするんだったらいいのかなっていうふうに私は思いました。これって自分でこうやってみた体験からしかわからないですし、何より教えられたことを素直に受け取らなければ、イヤーマフのメリットやデメリットってわからなかったんですよね。本当に今私の飼ってる草刈りの半分はもう竹のこう短い、耕作放棄地がメインなので、イヤーマフをこう教えていただいた方には本当に感謝しております。本当に長い前置きでした。ここでやっと本題に入ります。もうこんな長くですね、ここまで視聴された方は明らかに私と同じ思考があると思うんですけれども、それはどんな思考かっていうと、完全な没頭です。もう寝食も忘れるくらいそのことに熱中して、思い立ったら夜でも起きて行動してしまうんじゃないのかなっていうふうに思っています。皆さんのコメントからはその没頭っていうのをビシバシと感じますし、もうすごく申し訳ないです。私と同類にしてしまって申し訳ないですけど、同じ境遇や性格なんじゃないのかなっていうふうな親近感が湧いて、とってもこう嬉しくなります。ただ、没頭する私は時として常識から外れて、こういった社会生活を営む上で、非常にこう生きづらいなっていうふうに感じることがあります。スキー場のその営業が終わった後で結構もう疲れてるのに、さらにこう車のライトを頼りに、明け方とか夜中までその練習するんですよね。で、大体やっぱりそこまでこう練習しすぎるともうヘロヘロになってしまって、次の日起きている時には結構もうぼーっとしていることが多かったりもしたんですよね。そういう自分なんですけども、そういった自分を変えるつもりは私はこう全くありません。なぜならもう没頭している自分が本当に大好きだからです。皆さんからのコメントを素直に受け止めて、スキーでいう草刈りを通して誰も踏み入れたことのない真っ白な世界を滑っていきたいんです。私のその目標なんですけど、草刈りを通して日本一指導される力のある YouTuber を目指して頑張りたいんです。もうそれに対してどんな些細なことでも構いませんし、時には何やってるんだなんてコメントも大歓迎です。これってでも不思議なことに、何やってんだっていう文字からでも、なんかこう私に対してものすごくこう思いを込めて書いていただけてるっていうのが不思議なんですけど、感じることができるんですよね。で、そういう方がたくさんいらっしゃるので、私はもう嬉しくなりますので、本当によろしくお願いいたします。なんかそういう方が私のチャンネルにたくさん来ていただいているので、本当に嬉しくなっています。ますますヒデチャンネル、草刈りチャンネルですけど、盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。